はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で74回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は、健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回ですね、沖縄医療生協創立50周年、記念事業としてですね、取り組んでおりますが、事業の中で実行委員会があって、若手企画のですね、皆さんの取り組みをお話を伺いたいと思います。で、今日は若手企画の実行委員の久志さんと上原さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。で、まず自己紹介を、久志さんの方からお願いしましょうかね。はい、私沖縄共同病院で医局事務課をしている久志レイリと言います。はい、よろしくお願いします。お願いします。久志さんの、趣味、趣味言いにくいなそう、久志言いにくいんです。愚痴だったらまだ言いやすいんだけど、引っかかってしまうな。クッシーって言いますね。クッシー、クッシーだと言いづらい。クッシーさん、じゃあよろしくお願いします。趣味というか、休みの日の過ごし方とか。あ、でもちょっとそうですね、コロナ禍であんまりどっか遊びに行ったりとかしづらいとこあるんですけど、ちょっと今年はコーヒー屋さん巡りをめっちゃやってますね。いろんなコーヒー屋さんでテイクアウトして海見ながら飲んでます。海見ながら、はい、コーヒーってあれ、引いたりもする？あ、そうです、そうです、引いたやつを飲んでます。じゃあこれは何コーヒーとか何コーヒーとか違いも分かる。3年後に分かります。研修中、はい、研修中ですよ。はい、ありがとうございます、はい、あとね、好きな食べ物とか嫌いな食べ物とか好き嫌いありますか？ちょっと最近めちゃくちゃ好き嫌いを克服したんで。克服した、はい、すごい。貝以外は全部好きになりました。貝、はい、貝類は苦手。はい、牡蠣は今年で克服しようと思ってます。克服目標か。はい、なんかあとあれ、アーティストとか好きな、好きなアーティストはシンガーソングライターの愛子さんですね。はい、去年ご結婚されて、はい、ケーキ買ってお祝いしました。すごい、お祝いしたんだ。沖縄からお祝いしたんだ。でもこれ友達に言ったらめっちゃ引かれます。そうか、はい、お祝いまでしたわけね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、上原さん、自己紹介お願いします。はい、私は沖縄医療生活協同組合、はい、本部総務部から上原と申します。はい、はい、総務ですね。はい、上原さんも趣味とか、はい、とか趣味は私はK-POP が好きで、特に BTS、はい、が好きですね。はいはい、踊れる、はい、踊りはしないんですけど何もできないんですけど好きで聞くのは好きと。そうですね、はいはい、いいね、はい、食べ物とかは好き嫌い？食べ物はそうですね、うん、好きなものというより嫌いなものの方がちょっと多くて、なんだっけ、生ものがちょっと食べれない。刺身類とか。刺身が食べれない。もったいないね、美味しいのに。じゃあ寿司もダメだよ。はい、刺身も。寿司がダメなんですけど。じゃあ牡蠣と二人で牡蠣食べる。私も食べれるようになったの去年なんで。魚生ものがダメなんだね。はい、そうです。じゃあちゃんと焼かないとダメなのか。あ、はい、そうです。それでしたら食べれます。はい、魚もじゃあ煮込んだ方がいいとか、はい、焼いたものがいいとか、はい、そんな感じなんだね。そうです。生ものか、他に生ものってあったっけな、はい、まあ嫌いなものいっぱいあるからいいかも。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、まあアーティストはさっき言ったように BTS が好きということですかね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ちょっとお知らせね、入れますね。はい、78.0 FM Naha.
い、引き続き、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日はですね、医療生協が、50周年ということでですね、創立の、創立記念事業をですね行うということで、まず1972年10月1日に、沖縄の、祖国復帰返還、施政権返還って言ってたなの、50周年と合わせてですね、医療生協が誕生しております。で、実行委員会の中にはね、学習文化委員会とかですね、広報動画記念誌委員会、イベント企画委員会で、若手企画委員会ということで4つの委員会があって、イベントのところでは健康祭りを予定していたのが、ちょっとコロナでできないねということで来年になるかなっていう話でしたね。そういうことでね、今3つの委員会が動いてるっていう形になりますかね。で、全体のね、委員会のその方針というかな、そういったところを、誰から福士さんからはいはい、そうですね、伝えていただけますか。今回ね、初めて50周年の実行委員会のメンバー、今回初めて出てもらうので、まずはね、どんな方針でやるかっていうところを伝えてもらえたらなと思います。そうですね、沖縄医療生協の50周年記念事業の基本方針としてなんですけども、ちょっと4つありまして、読ませていただきます、沖縄医療生協創立50周年の節目を祝い、今後の前進を展望する機会とするというのが1つ目ですね、あと地域組合員、職員組合員、関係機関へ感謝を伝え、理念を共有して信頼関係を深めていくというのが2つ目です。3つ目が地域組合員と職員組合員との共同の取り組みを通して次代を担う職員育成の機会とするというのがあります。で、最後なんですけど、豊見生協病院の建て替えと沖縄共同病院の東棟建設計画っていうのがありまして、そこに弾みをつける契機としたいということで、この4つが基本方針として挙げられています。ということですね。はいはい、ありがとうございます。で、早速ね、若手の企画で、今どんな感じで進んでるのかをお話できたらなと思いますけど、誰から誰が喋る、どうぞどうぞって言ってしないで、では今回ゆるキャラを現在募集していますので、それについてお話しさせていただきます。このゆるキャラを応募するにあたって、条件がいくつかありまして、4つですね、4つありまして、1つ目が沖縄医療生活らしさがあって、また魅力が伝わるようなキャラクター、で2つ目がマスコットキャラクターで、過去ですね、ぬいぐるみグッズとして活用しやすいもの、で3番目が応募者は沖縄医療生協の地域組合員および職員組合員の方、組合員ね、はい、そうです、医療生協の組合員ですよと、はいはいはい、が条件ですね。で4つ目ですね、応募作品はオリジナルの未発表作品に限ります、誰も作ってないやつ、ね、そうですね、とても大事な、僕はハエバルなんだけど、ハエルンがいるんだけどさ、ハエバルのゆるキャラ、ダメです。それはダメです。はい、ランジーもダメね。ダメです。はいはい、オリジナルね。はい、オリジナルでよろしくお願いします。はい、でまた応募期間の方がもう近いんですけども、2022年の6月15日、はい、水曜日が必着とさせて、間際となってます。でまた採用に関しては、メインキャラクターが1点、はいはい、でサブキャラクターが2点、おうおうおう、でこの採用された方にはそれぞれ記念品を贈呈させていただきます言葉が出てこない、ごめんなさい贈呈させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、メインのキャラクターとサブのキャラクター、はい、そうです、はい、親子かな、何かな親子でも、いやもう友達でも、はい、カップルでも、はい、カップルでもぜひぜひメインサブを作りたいという感じですかね、はいはい、はいはい、ありがとうございます、はい、またはい、そうですね、他も
伝えたい情報がありますか？はい、またあの応募方法がいくつかありまして、まず1個が、郵送ですね。郵送、はい、はいはい、送ってもらうと、はい、送ってこんな感じのイメージをっていうのを送ってもらう、そうですね、送っていただくんですけども、まあ、その郵送に関してはすいませんが自己負担となりますので、はいはいはい、そちらの方がご了承ください。皆さんで出すときは、はい、まあ、切手を貼ってね、はい、切手を貼っていただいて、はい、ご応募お願いします。で2点目がメール、メール、はい、で3点目が Google のアカウントをお持ちであれば、はいはいはい、Google フォームが使えますので、Google からも、はい、そちらの方であの3つの、方法で応募が可能となってますね。はい、じゃあこの、なんだっけ、郵送と、メールと、はい、Google フォームのいずれかで、はい、応募が可能となって、はい、ぜひ募集してほしいと、はい、いい感じですかね。はい、今どれぐらいですか、集まってるのは。今ちょっと10ぐらいです。10ぐらい、はい、ちょっと10ぐらい、もっと伸ばしたい、はい、ところもありまして、はい、ね、今回ラジオに来てもらったので、はい、ぜひね聞いてる方は、はい、まあ、組合じゃない人は組合になって、はい、あ、そうですね、ぜひ応募して、ぜひぜひ、はい、欲しいなというところですかね。沖縄医療生協 の、 あの LINE アカウントもあるので、あの公式アカウントですね、はいはいはい、ぜひあのちょっとそちらにもチラシだったり募集要項を載せてるので、まあ、ぜひあの確認していただいて、ね、ここからも登録もね、はい、LINE も登録して応募してもらえたら嬉しいなと思います。はい、ちょっとあ他喋ることある？ないって、あ、ちょっとあれか、あ、まあ、ちょっとじゃあお知らせ入れますか。はい、はい心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。その他報告じゃないけど伝えたいことあればそうですね、さっきちょっと言い忘れしたところで、はいはい、あの先月の5月ですかね、はいはい、あの組合員さん向けに発行している医療生協だよりがありまして、うんうん、はいはい、ちょっとそちらの方にもこのゆるキャラを大募集しますっていう、こう、はい、うんうん、ういうチラシを折、はいはい、り込みで配布してますので、うんうん、まあ、あの LINE アカウントじゃなくてもそういうちょっと紙ベースでも、はい、紙ベースで郵送なりしていただけたらすごいありがたいなと思います。とにかく届けばいいよね、はい、もうとにかく、はい、届けば、はい、連絡先でも書いててくれたら不足があったら連絡するんでぜひお願いします。お願いしたいと、はい、でですね、ちょっと応募する時の必要事項についてもちょっと共有しておきたいなと思います。でもあの一つがやっぱりあの応募してくれた方にちょっと当選されたらご連絡したいので、はいはいはい、氏名と住所、うん、連絡先ですね、これはもう電話番号とメールアドレスがあればちゃんと分かるような、ね、そちらも、はい、お願いしたいと思います。あの採用されたら記念品の贈呈もありますので、うんうん、はいはい、ぜひともよろしくお願いします。あ、まあ、あのペンネームでもいいかもしれないけど実名も書いてねって感じですかね。実名がいいですね。実名がいいよね、はい、実名がいいですなんとかちゃんとかって怒られてもな、困るよね。ではさっきあの地域組合員と職員組合員さんだけがちょっと応募できるっていう条件もありますので、ちょっとそちらもまあ確認させてもらうかなと思います。ですからね、はい、あとキャラデザインとまあ、あのキャラクターの名前もぜひつけてもらいたいなって思います、うんうん、キャラクター名も、はい、キャラクター名も、はいはいはい、まあ、名前、まあ、
なんていうの、このキャラクターができてまた名前募集という手もあるかもしれんよ。そう時間が足りなくてぜひぜひそれはもう50周年終わってしまう、はい、そうですね作っていただいた、ね、方に愛着がこもった名前つけてもらえたらと思います。そういえばさ、埼玉なんかも、はい、そのココロンって言ってからキャラクター作ってるわけさ、ココロンって言ってからそれで いろんな機関紙とかで、ぬいぐるみがあったかどうか分からないけど、僕はなんかシールもらった覚えがあるんだけど、ね、心にかわいいバッチとかも確か作られてます、うんうん、そうストラップとか、へえ、うちの部署で USB につけてる、かわいいいいですね、心の、うん、だ今後ねそういったのもできるかもしれないし、はい、沖縄これつけてた沖縄医療生協も、はい、仲間だよじゃないけどね。もう組合印象の代わりでもいい。感じにしたいですね。これ持ってたら組合と、はい、いいかもしれないね。はい、もうそれぐらいちょっと夢とね可能性があるキャラクターなんで、うんうん、ぜひ応募の時はそのキャラクターに込めた思いっていうのも、はいはいはい、こんな思いでキャラクター作ったよっていうね。そうですね。いいねやっぱ医療生協らしさが伝わるような、うんうん、私たちのね理念も。ありますね、命と暮らしを守るっていう部分もあるので、はいはいうんうん、そういったところも、平和もですね、うんうん、いろいろ思いを伝えてもらえたら嬉しいです。いい、ねうんうん、ぜひね、可愛いキャラクターができたらねいいよね。あでも今はね届いてるキャラクターもめちゃくちゃ可愛いから、はい、キモ可愛いとかはない。キモちょっといるキモ可愛いちょっといますね。まあ見る人によっては可愛いかもしれないし、はい、そうですね。でも、まあ、今あれだよね、はい、若手企画として動いてるのが6人いるんですけど、うんうん、全員女子なんだよね。女子か女の子ばっかなんで、はい、20代30代の女の子なんで、ちょっと可愛い寄りが、そうですね、有利かな、有利っていうのは上々なんですけど、ちゃんと中立な立場で、はい、ちゃんと評価すると、はいはい、全体の実行委員会でもね、はい、選んでいただきますんで、うんはい、楽しみだね、はいうん、そこはもうもうなんだろう、上の先輩方から下の私たち若手まで地域の組合員さん、職員組合員さん、みんな含めて選んでもらえるようにしてみんなが親しめる中身だったらね、中身というかキャラクターだったらいいよね。また今後、まあ、50周年を機にさ、こういったのが、ね、いろんなところで使われて、ねねはい、広がっていけば、はい、大きな医療生協のキャラクターですよっていうのがね。そうですね、さっき言ってたそのココロンみたいにロンじゃなくてそうそう愛されるキャラクターになってほしいです。まあ後でね、はい、ぜひ、まあ、埼玉のも見てほしいんですけどね、はいはい、あそうですね、うん、ぜひぜひかわいいよあれも本当に、ね、でなんだっけあそうそう、まあ、大体終わり あとね5分ぐらいあるよ。何か喋る5分かちょっとお知らせいこうかお知らせいきます。はい、引き続き沖縄医療生協虹の色場をお届けします。あと5分ぐらい何か喋りますか。あそうですね、4、5分ぐらい、ここまでね、いろいろ細かいことをたくさん言ってきたんですけど、うんはいはい、もう本当に企画の趣旨としてはこの医療生協50周年を盛大に祝いたいっていう気持ちと、はいはい、地域の組合員さんと職員組合員さんが、ねはいはい、一丸になって、まあ、何か一つ作り出せたらなっていう気持ちでゆるキャラを募集してますので、本当にもうぜひ一
1人2つでもいいと思ってますので、ね、出せる分だけ出すと、そうそう、出せば出すだけ、アイデアがある分出すとそうですね、もう当選の確率も増えますので、だから子供たちとかがさ、はい、書いても面白いかなと思うんだけどね。そうですね、あ、実はこれ応募してもらったら最終的な業者さんに少し綺麗に整えてもらうので、もう本当にそれこそお子さんが ね、 ね、書いてくれた子供が書くのもね結構面白いっていうか、はい、そうなんですよ、オリジナル奇想天外というか溢れていいかなと思いますね、はい、まあ、はいはい、そこ の、 あのキャラクターの思いは親が、うんうんうん、考えてくれたらいいかなと思います、ね、いろんな人が出してくれたらね、はい、ありがたいよね。そうなんですよね、うん、年齢関係なくたくさん出してもらえたら嬉しいなと思って、はい、ね、うん、ちょっと最後にちょっと改めて募集期間なんですけど、うん、はいはい、お願いします。ちょっと近くて2022年の6月15日、うん、水曜日、うんうん、必着ですね、はいはいはい、ぜひよろしくお願いします。水曜日中に届けばいい、はい、そうそう、12時まで、まあ、夜の12時までに届けばいい、はい、必着、まあ、一応必着になってます。ぜひね、皆さん応募していただけたらありがたいし、ね、まあ、郵送と Google フォームと、あとはメールでも応募してますので、医療生協の公式 LINE もしくは、うん、医療生協だよりに、はい、こう折り込みしたチラシを、うんうん、ぜひご確認ください、はいはい、あ、で郵送と問い合わせ先をちょっとこの場で口頭で伝えておきたいんですけど、住所は沖縄医療生協の本部で本部、うん、富城市、はい、あざマダン橋593-1、はい、8階ですね、うん、沖縄医療生協若手企画の、はい、上原さん、上原まで、上原まで、はい、上原さんまでよろしくお願いします。はい、電話番号が 098-856-3107 になりますので、うん、こちらも若手企画ご担当の方ということで、うんうんうん、はい、読んでいただけたらと思います。紙がないとかね、そうですね、募集がないとか、はい、Google 入れんよとかね、あ、そうですね、なんかあればね、どこからもらえたらいいのかなとか、連絡いただけたらね、はい、はい、助かります。助かりますね、はいはい、よろしくお願いします。はい、皆さんぜひご応募くださいということでね、いいですかね、はい、ぜひね、もう10個だけじゃなくて20個30個本当に、はい、選ぶのに迷うよぐらいの来てほしいね、はい、50ぐらい80、ね、50、はい、ちょっとこのラジオきっかけに、ね、また増えたら嬉しいな、増えたら嬉しいね、はい、ぜひね、皆さんご応募ください。はい、待ってます、はい、待ってます、はい、もういいですかね、あと喋りたいことあります、はい、もう大丈夫、なかる、いいが大丈夫、はい、はい、じゃあ今日ね、沖縄医療生協創立50周年のですね、企画で、若手企画委員会のお二人ですね、久志さんと、上原さんにお話を伺いました、どうもありがとうございます。皆さん応募してね。はい、はい、じゃあこれからも、ラジオを通して、沖縄医療生協の活動が、少しでも皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部 098-850-9004 までお願いいたします。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を、終了いたします。また来週木曜日、14時30分にお会いしましょう。